イオンモール高崎は、群馬県高崎市宗高町に所在する、イオンモール株式会社が運営するモール型、ショッピングセンター。2006年10月20日に、イオン高崎ショッピングセンターとして、イオンモール大田に次いで、イオンモールが運営する、群馬県内に店舗目の SC として開店した。同年11月17日、オープン1ヶ月を迎え、来店人数100万人突破と報道される。 この盛況ぶりに高崎市内の大型スーパーなどでは危機感を募らせており、地元商店街と共同で移動した客層を戻すべき、との意見も出ている。2007年9月22日に現行のイオンモール高崎へ名称を変更。建物長は340メートル。 商業施設部分の面積は6800平方メートル、専門店部分のモール全長は200メートル、モール部分の吹き抜け高さ21メートル、1階部分の通路幅は8メートルである。駐車場は店舗敷地の地上部と店舗4階、屋上に設置されており、開業当初は3300台収容であったが、その後3700台に増強されている。店舗前には、 群馬県道25号高崎渋川線高、渋バイパスが通っており、関越自動車道、前橋インターチェンジからも近い。2020年5月16日にリニューアルオープン。平面駐車場として利用していた建物東側に、増殖棟を新設、基礎棟においても大規模なリニューアルを実施した。総店舗数の約50%を一新した。茨城、栃木、 群馬の北関東エリアのイオンモールとして店舗数では N0.1 の規模となる。2012年6月15日現在各店舗はイオンリテール株式会社が運営するイオンスタイル高崎店である。専門店テナントはおよそ170店舗が出店している。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト。 ショップガイドを営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照。開業当初は株式会社マイカルが運営する高崎サティであった。マイカルとしては2001年に経営破綻して、以降、新規出店としては3店舗目、イオンモール株式会社運営の SC には初の出店となった。 2011年3月1日にマイカルはイオンリテールに吸収合併され、現行の名称に変更された。高崎駅、前橋駅、渋川駅などからトーモールまでの路線バスが群馬バス、関越交通により運行されている。詳細は公式サイト、バスのアクセスを参照。ありがとうございます。